いどうもハロー YouTube ハロー MTV ってことで今回はですねライブレポートっていうんですかね、やりたいと思います。なんせですね、今そのライブ会場から、帰ってきたところでですね行ってきたのはこちらです。アイスクリーム大阪7月3日クリエイティブセンター大阪、パルティッタですね。そこで、まあ私 NG ヘッド、そしてジャンボマーチ、リョフカルマ、レイで DJ フックっていうメンバーで、まあ今回はちょっとスペシャルな企画がいろいろあってですね、ダンスコラボというか、ダンスプロデューサーの方たちと、コラボライブといいますかね。言ったら NG ヘッドのライブに、この、ダンスのプロデューサーさんたちが、振り付けもやりはるんですね。でこの人たちの、何やったっけな振り付けは誰がやってんのかな。この、ダンス企画ライブ×ダンスって書いてますからね。そういう、こういう企画があってこの、アイスクリーム大阪に行ってきました。で言ったら、NG ヘッドの、ライブで、ダンサーが後ろで踊ってるとかいうのはあんまりその自分でもあんま記憶が何回かはあるけどあんまないんでこれは結構ね貴重映像だと思います。レア映像だと思います。で今回はちょっと企画でいろいろその曲なんかもこの、ダンスプロデューサーさんの人たちに選んでいただいたりだとかっていうのもありまして、なかなかライブでやらない曲とかすんっごい久しぶりにやった曲とかで基本なんていうんですかねフル尺なんですよね。フル尺わかりますかね。曲の頭からもう最後までやっちゃう。これもあんまライブでやんないんですよ。そのフル尺で頭から最後まで曲の最後までやるっていうのはあんまないんで、それもちょっとこう見応えがあったんじゃないかなと思います。ので、アイスクリーム大阪どんな感じやったかちょっと見てちょうだい。どうぞ。ショーケース一発目はこの人 NG ヘッド。 Yeah 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 アイスクリーム初っ端から飛ばしていこうぜ。ほら行こうか行こうか戻ろうかくっつい DJ の始まり始まり感じるままにいらせこの音に身を任せこそダンス I'm a seven cup in the morning いつものようにつけたら一日始まるストーリーカーテン越しの空は薄曇り TV が喋ってるけどストーリー
出番10分前ぐらいにマフィア DJ 服から行きマフィアちゃうて俺が終わってからこのままステージにお前残れとなんでですかと聞いたらみんなにラバダブやってもらうからお前が先やれということになってますから行きましょう。どうですか、どうですか。なかなかなくない、ヒップホップのビートでレゲエのアーティストラバダブからのフリースタイルも。まあまずは一番手はこの人にお願いしましょう。今いてるので、yeah. ジャムマーチ、まずしょっぱなからかわせてめえの気の爪とくまで行けがなかった煙に流れたけたさだ重ねて分かってくるだったアイスクリーム一番どいつが当たりが外れか空なんだ判断ミスれば即あったもしもの時をまだまだ願いいっぱい持ってせとにせやってきましたよラバラブライブならずタイマー使ってボンデマライ今日流れるのはどんなリズム副三角カットのコマリズムでこれに乗せて何を歌う頭の中で持ち歌探す DJ シンガーが集まり出すしのぎを削って音が磨く固まり出した言葉を話す伝えたい思いがここにはある副さんにリスペクトは欠かさずすかさず吐き出すラップワークダンスダンサーのダンスで手が上がる DJ のバイブスで手が上がるヒップホップのリリックで手が上がるならラバラブタイムでも手が上がるラバラブラバダ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 ブラフィンティンって言葉の刃片手に乗りこなすサムライダー気をつけましょうのバックライダーまたボスアブなさらいかなかいな見せ生かした音で満たしてくれ本当の声を聞かしてくれ擦れたか擦れた心癒してくれ願くば願くば Hey hey heyYo, なあ村井総選挙はどっち Yo, ヒップホップかレゲエかどっちそんな野暮なこと言わず楽しむのはこっちにおいで外の奴らも呼んどいでとにかく溶けそうな頭アイスクリーム届けた脳みそが鼻から流れ出したのライン聞いて冷えてる頭たやつらまだ次から次バカになったやつの遊び方は好き好きも嫌いも全部混ぜて一緒レゲエもヒップホップも関係でしょマイクの上で完全燃焼する一歩手前まで熱中症なりそうただ生きてるだけでも死にそう泣くパークここはそっとこそいつまで待たせるつもりなの手に立ち入るよ今始めるショー時代の半歩先行く貸し切っても期待で今絵を発揮でそういつまで待たせるつもりなの吐き違えるようなら期待のショー熱ずっと燃え盛るアイスクリームどっかでなさらにいるの民の本当声上げ交わらない目当ての騒動も始まらないオープンアップじゃあり足りないその優れた感性は間違いない吐き出すセリフに重みでない研修生鼻からお呼びでないラバラブーまだ隠されない原子の首集中で約束でない今愛想が
はい、というわけで、アイスクリーム大阪の、NG ヘッドの、超レア映像、まあ、あのサムネ用に言っておきますけど超レア映像が、見てもらったんですが、最後に、なんていうんですかね、お客さんにこう大サービスっていうか、この4人で NG ヘッドジャンボマーチロフカルマレイでちょっとフリースタイルやったんですよね。まあラバダブと言いますか。でまあそれもめっちゃ楽しかったし、まあ呂布もねこのメンバーでまあやってこうラバダブフリースタイルやれたの、なんていうかな、まあ、なかなかないんでね、そういうメンバーでやれるってことが、まあそういうのも喜んでくれてたし、まあ何よりもね、ダンサーの子たちがなんかみんなまあ喜んでくれてたというか、まあ達成感っていうかね、言ったら、まあ、俺のも娘で全然おかしくないぐらいの子たちが後ろで踊ってるわけですよね。まあ降りてってね、まあ、曲終わってね、こうまあダンサーたちに拍手バーって、まあ、降りてはけていくじゃないですか。でこうバーって後ろ裏に行って、ね、お客さんには多分あんま聞こえてないけど、裏行った時の声もそのステージすぐここにおる俺らには、ブースの福ちゃんとか俺たちには聞こえてて、もうキャッキャ言うてて、もうバーみたいな、よかったねっていう、だからもうそういうのもなんかなんていうかな、親心じゃないけど、よかったねみたいな感じやったし、まあ最後に記念撮影なんかもみんなでやらしてもらったりして、アコから未来のスーパーダンサーなんかがまあ生まれたらすごいなって思いました。はい。で
まあその若者たちのなんかこうすごくなんていうかなキラキラした青春しとんなみたいなのがねもう眩しかったです。はい、もうちょっと感動すらありましたね。はい、なんであのね親御さんらもいっぱい来てるんですよね、そのダンサーの子たちのね、なんだねみたいなね、まあそういうのもすごい良かったし、なんかなんかみんなで盛り上げてる感じとかも良くて、で外になんかめっちゃなんか なんていうのこういうのってキッチンカーですか、いっぱい来ててもうすごかったよな、もう何食うみたいな感じに、あれもちょっと映ってたでしょ多分ね、ああいう外の空間もすごくなんていうか良くて、なんかすごくいい日曜日をはい過ごさせてもらったなという感じですね。過ごさせてもらったっていうかまあ仕事で行ったんですけどねはい、まあ自分的にはまあまあいい仕事できたかな。まあなんやろ曲のちょっと間違ったりとかリリック飛んだりとか、まあ、そんなんはもうめちゃくちゃありましたけどまあそれはもうご愛嬌言うとあかんな。まあね難しいんですよ、なかなかやらない3番までやる曲とか、この曲3番まで歌ったこと1回も歌ったことないなみたいなの曲の3番とかね、3番のことばっかり言ってるけど、まあ、その話でレイトも盛り上がりましたよ、まあ、フル尺なかなかねー言うて、まあ短い曲をパン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 ってやっていくのがなんかいつもの俺の、ライブのスタイルなんで、まあ今日はほんまになんかこう珍しいものを見せれたし、映像にも残せてよかったなと思いました。はい、というわけで、アイスクリーム大阪もう全てにおいてめっちゃいいクオリティのなんていうかな気持ちのいいダンスでした。はい、DJ 福ありがとうって言っております。はい、ということでまあ今回の NTV は、ダンスレポートでした。はい、次回はまあまだ何をやるかも決まってないし、思いつきでなんか面白いことをね、次ぐらいはなんか趣味の世界とかもいいかなと思ってます。はい、のでまた次回よかったらチェックしてみてください。では、世界中の皆さんのフリースペースピース。